そうなんですか。これは許容の範囲だと思います。今の冷凍技術進んでます。そうです、むしろ鮮度を保つためにある技術です。こちら長野県産のそば粉を使っていないのに信州そば粉。これはですね、こういう規定はないんですよ。でむしろ長野県で製麺したそば、これは信州そばという。これなぜかというと、そば麺類はですね、その地域の伝統技術を引き継ぐ場合なんですね。そば粉は関係ないんですから、そもそも例えば人材そばだったりするとこれどこのそばがあるか、それから信州そばだったりですね、むしろ豪州産の契約の国に先ほどと言ってますよね。ですから話もその土地のものでなければいけないということはない。そういう意味では地の梨を食べて書いてあります。皆さんご存知でしたか。なんでやっぱりこれ全部を依存というふうに今ちょっとみんなが考えている部分があると思うので、はい、やっぱり線引きは非常に大事だなって今聞いて分かりましたね。確かにレストランに行ってメニューを見て、あ、これ美味しそうだなって思わせてもらえる気分もありますよね。そうですね。超えてはいけない線もあるっていうのはすごいんですね。ありますね。